加藤博樹は日本の政治家。岩手県上平郡大槌町の町長。大槌町出身。岩手県立大槌高等学校卒業。1961年に同町職員として町役場に入庁した。議会事務局長、総務課長を経て1999年からは助役を一期4年、務めた。2007年4月の大槌町長選挙で現職の 山崎光雄を破って初当選し、5月8日に町長に就任した。2011年4月に行われる予定であった次期町長選を目前にして、出馬の意向を固め2期目再選を目指していた。2011年3月11日に、東北地方太平洋沖地震が発生した際、町職員らと役場前で対策会議を行っていた最中に襲来した津波に流され、 多くの職員と共に行方不明となった。その8日後の3月19日に遺体で見つかり死亡が確認された。69歳ボーツ。津波で役場が全壊した上、町長と課長クラスを含む職員多数が死亡、行方不明になったことで、大地町の行政機能は麻痺状態となった。町長が不在になったため、副町長の東、梅正明が 職務代理者となった。東梅は加藤の町職員時代の後輩で定年退職後に加藤の求めに応じて副町長に就任していた。副町長の指名権を持つ町長が空席のため再任はできず、新たな副町長の選任もできないため、東梅は2011年6月20日で任期を満了して退任し、翌21日からは一般職員である。 総務課長の平野光造が職務代理者となった。こうした事態は、町長選挙が実施困難であったため、臨時特例法の適用を受けて延期されたことによって生じた。しかし長引く町長の不在、それに加えて職務代理者の交代は、町の復興の足かせとなり、町民の不安を募らせた。町の選挙管理委員会の努力により、 町長選挙は8月28日投開票で実施され、怒り川豊が新町長に当選した。怒り川もまた町職員出身で2010年12月まで総務課長を務めた後、2011年4月に当初予定されていた町長選挙に加藤の対立候補として出馬するため退職していた。このため、震災発生時点で総務課長ポストは 空席となっていたが、震災により他の課長級職員も7人が死亡。内氏は行方不明、第4人中3人が定年退職という事態に至り、上述のように総務課ナンバー2の主管である平野が総務課長に昇格、さらに町長の職務代理者を務めることになった。平野は、その後、2015年の町長選挙で現職の怒り川を破って当選し、 町長に就任した。ありがとうございます。